はい、こんにちは、レトスの俺です。今回なんですけども、賃借物の滅失、民法611条と616条の2の内容を解説いたします。大きく分けて2つですね。一部滅失した場合と全部滅失した場合の話です。で、一部滅失っていうのは、一部が壊れてしまった、借りたものの一部が壊れてしまった。全部滅失っていうのは、まあ、借りたもの、まあ、全てが壊れちゃったといったイメージで大丈夫です。で、まず一部滅失の方からいくんですけども、条文では賃借物の一部が滅失、その他の事由により使用収益することができなくなった場合において、一部滅失等が賃借人の責めに帰することができない事由であるとき、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される。まあ、このように規定されているんですね。で、まず一部滅失の具体例としては、まあ、例えばなんですけども、まあ、地震によって建物の一部が壊れてしまったといったイメージです。そうすると、まあ、一部使えなくなっちゃいますよね。使用収益することができなくなる。で、それが賃借人の責めに帰することができない事由、つまり賃借人の落ち度、賃借人の責任で壊れたんじゃないよといった場合です。まあ、今の具体例、地震もそうですね。また津波、これもそうですね。これも賃借人の責任じゃないですよね。まあ、そういった事由で一部が滅失して借りたものを使えなくなったといった場合、賃料はその使えなくなった部分の割合に応じて減額されますよ。これイメージすごくしづらいんですよね。例えばなんですけれども、まあ、3LDK の建物を、まあ、賃料10万円で借りていたと。で、まあ、地震によって一つの部屋が壊れちゃって、一つの部屋だけ使えなくなった、だからその部分だけ賃料を減額しましょう、まあ、結果として、まあ、7万円ぐらいにしましょうみたいなイメージです。で、これについては減額されるって書いてあるんですね。これ賃借人が減額請求できるって書いてないんですよ。これは自動的に減額されちゃうんですね。つまり賃借人による請求は不要ですよという話です。ここ一つ注意をしておきましょう。で、また賃借人の責めに帰することができない事由であるときに減額されるのであって、賃借人の責任だった場合、賃借人の過失によって一部滅失した場合、例えば、借主の一人がタバコを吸っていて、その不始末で、火事になったと。で、一つの部屋壊れちゃった、焼けちゃった、まあ、そういった場合っていうのは、これ賃借人の責任なんで、これは賃料は減額されません。これ当然の話ですね。で、続いて、一部滅失等により使用収益することができなくなった場合において、残存部分のみでは賃借の目的を達成できないとき、この場合賃借人は解除することができます。これ例えばなんですけども、建物を借りていて、津波によってもう1階が全部使えないと、1階が滅失しちゃったと、まあ、2階は残っている、まあ、こういった場合ですね。こういった場合も1階に、まあ、お手洗いだったりとか、お風呂だったりとか、キッチンとかがもう全部あると、2階だけではなかなか住むことってできないですよね。つまり賃借の目的を達成できないわけです、残った2階部分だけでは。こういった場合は賃借人は解除することができますよ。つまりこれは借主による解除です。借主が解除権を持ちますよと、まあ、言った話です。で、ちょっと細かい話になるんですけども、賃借物の一部が滅失、その他の事由により使用収益することができなくなった場合においてと書いてあるので、この一部滅失だけじゃなくて、その他の事由によって使用収益することができなくなった場合も含まれるんですね。じゃあその他の事由ってどんな事由があるのかというと、例えばビルのテナントで、上が水漏れしちゃったと、上の階が水漏れしちゃって水浸しになっちゃったといった場合です。この場合、借りている建物自体は別に壊れてはないんですよね。滅失はしてません。でも漏水によってもう一部ちょっと使えないといった場合がこれです。で、今からお話ししていく全部滅失の場合も、これ通って書いてある通り、その他の事由含むんですよ。なので、例えば今の事例で言うと、上から漏水があってもう全部使えなくなっちゃったといった場合がこっちですね。
全部滅失等の等に含む、その他の自由に含まれると、まあいったイメージで考えていただければと思います。で、全部滅失によって、使用収益することができなくなった場合、これちょっと抜けてました。使用収益することができなくなった場合、賃貸借は終了するって書いてあるんですね。これつまりこれ自動的に終了するんですよ。解除の意思表示は不要なんですね。賃借人が解除してくださいって言わなかったとしても、これはもう全部滅失だったりとかその他の自由によってもう使用収益することができない、借りたものをもう使うことができない、建物を借りたのであればもう建物もう全く使えないという場合はもう自動的に賃貸借契約は終了するんだよっていう話です。この点も頭に入れておきましょう。試験で細かい点が疲れた時でもしっかり解けるようにしていただきたい部分なんで、まあ、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。